夕張市石炭博物館は北海道夕張市高松7番1号にある博物館。石炭の歴史村の整備に合わせてその中核施設として1980年7月に開館したもので1970年開設の夕張市郷土資料館を前身としている。北海道の明治期以降の基幹産業となった石炭産業を石炭と炭鉱のテーマに分け、 石炭の生成から開発、利用など技術や労働、生活を実物の資料、行動、石炭層などから紹介している。旧北端夕張炭遊馬離炭鉱店流行を利用した最短現場の動態展示など石炭産業関連としては世界でも有数の博物館である。2013年に郷土文化施設となり、 観光施設から文化施設に行政上の扱いが転換された。夕張の石炭大路当天流行高校後入場無料。夕張で採取されたアンモナイトの化石など約250点の標本を展示する。2016年からリニューアル予定とされていたが、2018年の博物館斎オープン時には復活しなかった。前世紀の北端夕張炭鉱地区のパノラマ模型。 炭鉱住宅の模型や内部の再現、その他生活関連資料を展示する。外観は1920年に北端により建設された夕張工業高校校舎の外観を模している。施設の老朽化により2013年11月4日付での夕張リゾートより指定管理者返上、閉鎖が予定されていたが、その後も存続となった。 石炭博物館とは別料金となっているが、先に石炭博物館の入館券を購入すれば、無料で、見学可能となっていた。その後2015年に、外壁の剥落などの老朽化振興を理由に、財政再生計画の変更に解体予算が盛り込まれ解体された。石炭の歴史村井スエルカンに保存されている14号機石炭、輸送や、 市民の足となり活躍した夕張鉄道14号機、客車なハニフ151、三菱大夕張鉄道4号機のほか、国鉄夕張線や北端マヤチ専用鉄道の関連資料も含め、補線車両、車両部品、駅備品、模型、映像などにより展示している。2008年10月末に夕張リゾートにより、指定管理が返上され、一部資料は、 石炭博物館への移設、展示が検討されているものの、保存車両の扱いは未定である。2009年9月5.6日の両日、JR 北海道の臨時列車、SLU バリオ援護運行に伴う、歓迎行事の一環として、同市内で、鉄道遺産の保存活動を進める三菱台、夕張鉄道保存会の管理により特別に、無料公開されたほか、 同会主催のバスツーアー等で特別に公開されている。2013年に郷土文化施設となって観光施設から文化施設に行政上の扱いが転換されたことに伴い、SL 館も国の補助金も活用した改修を行って存続する方向とされたが、その後再開には至っておらず公開は主に毎年2月に行われる。 三菱大夕張鉄道保存会による SL 間行き下ろしバスツアー時のみに限られる。このほか2018年には8月と9月に各1日ずつ特別公開が実施された。夕張市の施設を第3セクターの株式会社石炭の歴史村観光が自宅管理する間接民営方式により運営されていたが、第3セクターに出資している。 夕張市の財政再建団体申請に伴う事業見直しにより2006年10月22日限りで休館となった。休館後の2006年11月29日に第3セクターが札幌地方裁判所に自己破産を申請し夕張市が直接管理、当期間も文献調査などには対応を行っていた。こうした休館に危機感を抱き、 貴重な炭鉱遺産を守ろうと、北海道産業考古学会を含めた道内外の研究者から、最短機械などが保存されている国内で他に例がない貴重な施設としてが存続を求める声が上がり、2006年11月25日と26日に存続を訴えるシンポジウムの開催や署名集めも行われた。また、元対抗員たちが自主的に模擬行動を補修するといった、 実務面での協力も行われたほか、元館長の青木高雄たちが運営の受け皿になる団体を設立して存続を図る構想も示された。こうした動きもあり、2007年以降の運営について民間委託等も含め検討を行った結果、2007年2月にカモリ観光が運営を受託することが決定した。そしてカモリ観光の関連会社である 夕張リ,リゾートの運営で2007年4月27日に再開した。再開後は歴史村全施設一括のパスポート方式導入されており、2009年には新設の施設との相乗効果などで前年同期より40%以上入場者が増加している。この再開にあたっては元館長の青木隆夫が夕張リ,リゾートの社員として入社しているが、青木の報告によれば、 博物館の資料を所有する市は予算がなく外部への提供もできない状況となっており、その資料の活用法を探るシンポジウムも開催された。こうした資料の収集、調査、研究などの博物館機能がどう担われるのかをめぐる問題点の指摘もあり、2009年には夕張市が市内の廃止施設に保管する旧北端の地質資料を市職員の手で整理、 保存していくための作業も開始している。その他にも老朽化から修繕が必要になっていることもあり、2010年に夕張市が石炭博物館のあり方検討委員会を設置して、当館の再評価が行われることになった。そして、同院委員会が同年11月24日に存続を前提に市民に開かれた博物館として運営すべきだとする報告書をまとめ、 藤倉はじめ市長に提出した。2011年には縦港屋ぐやエレベーターなどを対象に大規模修繕が行われた。2013年に郷土文化施設となり、観光施設から文化施設に行政上の扱いが転換されたことに伴い、国の補助金も活用した改修を行って存続する方向となった。また、2008年10月末には施設の老朽化による 採算性などを理由に一部施設の指定管理が返上され、2013年11月にも同様に施設の老朽化による採算性などを理由に追加で一部施設の指定管理が返上されることになった。こうした状況の中、カモリ観光は2015年をもって指定管理者を返上し、再び運営は停止した。これを受けて、 夕張市は2016年から2カ年で7億5000万円を投じて開館後発の大規模改修を実施し、2018年4月28日に営業を再開した。この改修は炭鉱文化と再生への街の歩みを発信する重要施設として踏み切ったものである。1階を無料開放のホールに転換の上、2階に有料展示を集約し、 観光閉山後の観光開発や財政破綻に関する内容を追加しがいの精水をたどる内容に刷新した。また、同年より指定管理を岩見沢市の NPO 法人、炭鉱の記憶推進事業団が受託する。2019年4月18日夜、博物館内の模擬行動において火災が発生した。当日は通路などの補修のため溶接工事が行われていた。 公道の石炭層が燃焼し、公道に注水するとともに、空気の流入を遮断して、燃焼を止める二面作戦で消火作業を続けた。2019年は4月27日より通常営業の予定だったが、沈下しないために5月12日以降への延期された。5月13日、夕張市の厚谷司市長は同日開催の有識者会議で専門家の意見を聞いて、 火災の沈下宣言を行った。人的被害はなく、博物館本体も被害はなかったが、6月の時点で、展示の目玉である行動は、注水によって水没したままとなっている。6月8日に本館と地下展示室の営業のみ再開し、入場料の値下げも行われた。行動の排水作業は、水質検査などを実施して判断するとされる。 2020年7月には有識者会議にて室蘭工業大学の板倉健一教授が再開可能の見解を示し2021年5月には天井部に約2メートルの空洞が発見され6月には2023年度の模擬行動営業再開の方針を発表した夕張市石炭博物館設置条例 AB 夕張 歴史村が、自己破産夫妻74億円、全社員解雇。北海道新聞。ABC 酒井真理子、杉原博次。再建指導夕張の春歓迎と不安観光施設、再開。読売新聞 AB、石炭の歴史村7月オープンタワーが歓迎。北海道新聞。横井正宏。夕張よ、清水の奇跡一炭鉱から観光へ、積極路線が病巣に。 北海道新聞、来月、夕張で、石炭フォーラム国内の研究者一同に、博物館盛り立てに一役。北海道新聞、ABC、石炭博物館文化施設に、夕張子孫族へ観光から、転換 SL 館なども改修被告の補助活用。北海道新聞、AB、ソラネット24今年、大規模修繕夕張、 石炭博物館産業遺産へ、同再生会館30年余り痛みひどく、エレベーター室壁に穴。北海道新聞。AB、石炭の歴史村史石油張り港。北海道新聞。模擬行動石炭博物館。北海道夕張石炭博物館で、火災行動にある本物の石炭が燃焼化。 日本放送協会、https コロンスラッシュスラッシュ wwww3.nhk.or.jp スラッシュニューススラッシュ html スラッシュ20190419スラッシュ k10011888961000.html カット、周遊スクエアユバリ、石炭の歴史村、炭鉱生活簡単従来の活気再現、実物大模型やパノラマ、 北海道新聞。AB。生活、化石監視に返上夕張リゾート施設老朽化で11月にも。北海道新聞。夕張市財政再生計画の変更の同意別紙。1夕張市財政再生計画の変更の概要。総務省自治財政局財務調査課。2018年5月13日閲覧。AB。 カモリ観光夕張3施設の管理返上老朽化で維持費をもうに。北海道新聞。夕張市石炭博物館の企画展。空知山の記憶だより AB。夕張リを石炭施設存続求め新ポ来月25、26日見学館や署名集めも。北海道新聞。夕張リを石炭博物館存続を道内外の研究者、国内で他に例内。 北海道新聞。夕張よ、炭鉱遺産構成に予算なく、水没危機報告存続へ進歩。北海道新聞。再開願い支える OB 夕張石炭博物館、模擬行動を補修。北海道新聞。石炭博物館運営の受け皿に、元館長ら団体設立へ。北海道新聞。夕張リゾート観光施設入場者4%増。 花畑などと相乗効果。北海道新聞。旧産探知資料活用法を探る研究者フォーラム。北海道新聞。掘り起こせ。旧北探知室資料夕張市保存へ整理に着手。北海道新聞。石炭博物館を再評価夕張市。検討移設置へ。北海道新聞。発信2011担当の行方。 北端夕張振興事故から30年した死神町再生具体化鍵。北海道新聞。石炭博物館指定管理を返上かもり観光。改修中の営業困難来年度は、市直営を検討。ホト北海道。北海道新聞社。2016年11月25日閲覧。AB。B キャッチ再生へ住みとの文化発信夕張拠点の博物館営業再開破綻イメージ解消に期待。北海道新聞夕刊一面。夕張石炭博物館展示刷新し28日、再オープン町の清水紹介。北海道新聞。 https://www.hokkaid-np.co.jp://article:/181791ab o 地面に掲載ありがとうございました。空知山の記憶だより。 http://yamasoratan.blog62.fc2.com スラッシュ blog-tate-20180404.html カット夕張市石炭博物館の模擬行動から出荷炭素認可化北海道新聞 https://www.hokkaid.co.jp コロンススララッッシシュュ o n p スラッシュアーティクルスラッシュ297792夕張石炭博物館火災未延出口発生1週間沈下トーク博物館再開を延期北海道新聞 https://www.hokkaidol-np.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ300168石炭博物館火災で沈下宣言に夕張りし本館再開急ぐ北海道新聞 https://www.hokkaido-np.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ3047701ついに再開しました。夕張市石炭博物館。空地デビュー北海道空地地域創生協議会2019年11月18日閲覧。模擬行動は再開可能昨年火災。 夕張りの博物館産経新聞2020年7月13日夕張り石炭博物館模擬行動に大空洞来春の再開は困難北海道新聞2020年5月6日夕張り市模擬行動再開へ予算案日本経済新聞2021年6月9日ありがとうございます